こんにちは、まさです。今日はポイントサイトについてです。ポイントサイトとは、例えば、クレジットカードを作る場合、クレジットカード会社の特典とは別に、ポイントがもらえるサイトなんです。私は最近、ドコモカードを作ったんですけど、ポイントサイトから1万5000円もらいました。 もし、ドコモカードのサイトから直接カードを作ってしまったら、当然この1万5千円はもらえません。あと、楽天市場もあります。ここを通して楽天で買い物すると、購入金額の1%をもらえます。楽天ポイントとは別に、このサイトから1%をもらえるっていうことです。 現在私は楽天ポイントが7.5倍つくんですけど、これプラス1%もらえるっていうことです。現在私はモッピーっていうポイントサイトを使っているんですけど、今まで3万5千円ぐらいもらえました。この3万5千円はポイントサイトを通さなかったらもらえなかったお金です。 さっきも言ったように、私は、モッピーを通して、ドコモカードを作ったんですけど、これで1万5千ポイントもらいました。これが一番大きかったです。もちろん他にも、いろんな商品があります。例えば、楽天カードで1万1千ポイント、SBI 証券で9千ポイント、楽天証券で7千ポイントです。 資料を請求すると何百ポイントもらえるっていう商品もあるんですけど、これはやめた方がいいです。電話がかかってきます。私はモッピーだけではなくて、この JAL マイレージモールも使ってます。ここを通して買い物するとマイルが貯まるんです。私はここを通して楽天市場で買い物してます。 こうやってマイルが貯まるんです。楽天ブックスで130マイル、楽天市場で14マイル、楽天ブックスで66マイル、楽天市場で252マイル、楽天市場で420マイルとか、こうやって溜まっていくんです。ちなみに、JAL カード、楽天カードもゴールドです。私は、 ゴールドが好きなんです。金の投資家なんで、元を担いでいるんです。ということで以上です。ご視聴ありがとうございました。